トラベラーチャンネル。こんにちは、 JST のパッケージツアー担当の小田です。よろしくお願いします。今日はヨーロッパのオーストリア、いつから行けるのについてお話ししたいと思います。ではまず最初にですね、一番気になる入国制限ですが、こちらは入国制限は今全く何もありません。何もありませんというのは、通常他の国ですと、出発前の PCR 検査の証明書とか、あと現地到着してから14日間の自主隔離とか必要ですけれども、オーストリアは今何もありませんということで、パスポートとチケットさえあればオーストリアに行けちゃいます。ただ、そういう状況でもなかなかオーストリアに、旅行に行かれない理由というのが、行けない理由っていうのが、僕は3点あると思います。1点は、日本に帰ってきてからの14日間の自主隔離っていうのがあることで、もう1点は、やっぱり周りの目ですね。あの人ヨーロッパに行ってきたからコロナを持ってるんじゃないのっていう周りの目で、あと3点目は、外務省の感染症危険情報が、以前レベル3ということで、渡航をやめてくださいというのが出ているので、今現在はオーストリアに、旅行に行かれる方は、観光ではいないです。そして、オーストリアの現状ということで、少しお話ししたいと思います。オーストリアは、バカンスが始まる前までは、新規の感染者というのは非常に、抑えられていたんですが、そのバカンスが終わってから、徐々にではなくて、爆発的に、新規の感染者が増えてしまいまして、11月なんかは1日で約9000人くらいの新規感染者が出てしまいました。でその影響もあり、11月の中旬から12月の、初め初旬までは、ロックダウンということで、特に、クリスマスの前に、新規の感染者を抑えて、で、経済を回そうということで、ロックダウンが、敷かれました。で、その時というのは、不要不急の外出はしない、ただ例外として、病院、あと薬局、あと健康を目的とした散歩っていうのは OK ですよとか、あとレストランなんかは、室内でのレストランの飲食は禁止、テイクアウトのみというのが、あります。で、比較的オーストリアの医療体制っていうのは、ヨーロッパの中でも充実しているんですが、それでも ICU、集中治療室の利用状況が 85% 以上という形で、医療も逼迫しているという状況です。ただ12月に入ってからは、新規の感染者数というのが、1日平均して3000人ぐらいということで、ピーク時期の9000人と比べると、3分の1ということで、徐々に新規感染者数は減少傾向にあります。でただ一つ残念なことがありまして、ヨーロッパ、冬のヨーロッパの、風物詩の一つとして、クリスマスマーケットっていうのがあるんですが、そのクリスマスマーケットが今年は中止になりました。他の国はまたどういう風になるかはあれですけども、オーストリアに関してはクリスマスマーケットは今年は中止になってしまいました。で、ただ12月の24日以降は、スキー場は営業してもいいですよというのが発表されています。であと、1月の7日今のところですけど、1月の7日までは、レストランの営業をホテルの営業というのは、認められてないということです。ですので、オーストリアに行ったとしても泊まる場所がないですよ、あと食事する場所がないですよというのが現状です。
で、まあそれでもどうしても行きたいっていう方多分見えると思います。日本から直行便、これ直行便のお話ですけども、直行便で、オーストリア航空とあと全日空が、東京から飛んでるんですけど、これが今現在運休です。決まっているのは3月末まで運休ということで、4月以降こちらはまだ未定ということになっています。そして、ただそんな中ですね、まあ、実際に旅行に行ってる人はいるのっていうのところも気になると思います。観光で行かれてる方は、私ども GST からは、見えません。いないです。ただ、来年の春以降の、ハネムーン、あと海外挙式を検討される方、されてる方が見えまして、そういうハネムーン、あと海外挙式の相談のお問い合わせというのは、いただいております。で、まあ、ハネムーン海外挙式、まあ、ある程度日程が決まっている場合っていうのは、事前にキャンセル料がかからないように、手配することも可能ですので、やはり、まあ、出発日が先だから後でいいやっていうふうに先延ばしにしてしまうと、いざ予約をしようと思った時に、希望の飛行機 の席がない、空いてないとか、ホテルが埋まってるということもありますので、まあ、ハネムーン海外挙式を考えている方は、早めにご相談いただければと思います。またこのトラベラーチャンネルをご覧いただいて、現地ヨーロッパにお住まいの方、いい情報がありましたら、ぜひコメント欄にコメントしていただくと嬉しいです。ではまとめになりますが、オーストリアは入国はできます。ただし泊まるところがありません。泊まれるホテルが、1月7日までは、営業していません。あとレストランも営業認められてませんということで、まあ、いつから行けるのということのまとめになりますが、まあ、おそらくですが来年の4月以降になるんではないかなというふうに思います。まあ、それでも、まあ、来年の4月以降っていうのはオリンピックもありますので、まあ、それに向けて日本政府、あと海外、まあ、オーストリアの国同士で、コロナが収まってきたら徐々に、まあ、段階的に規制が緩和されて、行けるようになるんじゃないかなというふうに思います。ではですね、この動画が少しでも役に立ったよという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではありがとうございました。